こんにちは、レイテイラー役芹澤優です。クレアフランソー役七海かりんです。ついに放送が始まりましたテレビアニメ私の推しは悪役令嬢第1話見ていただけましたでしょうか。実は収録が結構前だったので、そうなの、温めてもうぬくぬくになった状態で、うんね、ついに皆さんにお届けできた形にはなるんですけれども、今日はね、そんなアニメ第1話を、はい、私とゆうちゃんで一緒に見たいと思います。はい、ちなみに初見です。初見なんです。ドキドキする。時系列があるから ね、 そうそう、この収録の段階では、うん、初見。私が演じていますレイ・テイラーはですね、もともとはその社畜 OL をすごく好きなね、あの乙女ゲームがありまして、うん、その中で悪役令嬢であるクレア様を推しているというところから、まさかそのゲームの中に転生しちゃうという。本当にレイはもうクレア様大好きで、もう何をされても嬉しい嬉しい大好きみたいな感じですごいハッピーなんですけれども、実はいろいろとね、心の中に秘めてる思いがあったり、クレア様への思いが推しとかを超えたどんどん大きなものになっていくのかどうかなみたいなキャラクターでございます。クレアはゲームのキャラクターなんですね。これからしてみたら突然すごく自分のことが大好きな人がやってきて、付きまとわれるという言い方間違ってるから付きまとわってます、ね、ただただなんか日に日に気持ちが変化するのかなっていうところをね、楽しみにしていてくださいという感じのキャラクターですね。はい、ちなみに1話の注目ポイントなんかはあったりしますか。やっぱあれじゃない、あのね、オープニングとエンディング、はい、私たちが歌わせております。これね、どっちもすごく癖が強いオープニングエンディングになっていますので見ていただきたいし、クレア様のね、いかなる悪役令嬢であるか、やっぱこうね、おっ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 て感じなんで、レイちゃんのね、一途な愛も我々のやり取りも見ていただきたいし、他のねキャラクターも1話で結構出てくるよね、出てくるね、はい、そういうところも注目してください。はい、では早速1話見ていきたいと思います。どうぞ。王立学院を舞台に3人の王子様との恋を楽しむ恋愛シミュレーションゲーム、レボリューション。ここの4行ぐらいのセリフめっちゃ緊張してた。そりゃそうだよね、始まりのね、クレア様、頭だから、あ、来た、クレア様、目が可愛い、覚えてる、私はクレア様が大好きです。あ、クレア・フランソはライバルである主人公をいじめ、最後には逆転される。これ地味に実は意地悪なお嬢様、アドリブ入れてるんだけど入ってるかな、聞こえない、悪役令嬢である、聞かされたかな、あるかな、甘いわ、ぐちゃ、かわいくない、レボリューション、レボリューション、はい、あ、そう、戦闘シーンもね、そうだ、王子のかっこいいシーンやん、お、お、かっこいい、台本どっかに見たことね、しまったいな、ラッキー、わー、始まります、始まりましたわ、始まりましたわ、しかし冗談じゃありませんわ、ちょっとあなた聞いていますの、あら、気づくと目の前にいたのは平民風情が私と机を並べようなんて、クレア・フランソはゲーム感のある子の確かにクレア、似ているなんか懐かしいんだけど、ゲームと同じ、クレア様、そうそう、平民はそうやって総称をつけるものですのよ、懐かしい、私の名前覚えていらっしゃいますか、ん、バカにしていますの、レイテイラー、主人公のファミリーネーム、レイは私が登録した名前で、ってことはあれですか、これってもしかして、もしかすると、レイちゃんの異世界転生ってやつですか、わーすごい、異世界転生だ、好きです、あ、お、始まった、始まった、私はクレア様が大好きです、恐怖、かわいい、恐怖、突然ね、何てますの、クレア様が可愛くて可愛くて、何なんですかこの人、なんか結構やばいかも、見ちゃうな、これすごいね、嬉しくなっちゃう、なんか BGM 入ると全然違う、全然違う、なんか本当に生き生きしてる、みんな、なんか結構この作品、そのアフレコの段階から
めっちゃ絵できてたんですよ、ほぼフルカラーでアフレコしてたんですけど、でもめっちゃブラッシュアップされてる、すごいね。いいですよ。あ、かわいい。え、待って押されたんだけど。トゥ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 、確かに可愛い、めちゃくちゃ可愛いじゃん。足踏んじゃったんです、クレアさん。ズンって、ごめんなさい。言いたいことがあるならもっとはっきりと、どうせならもっと強く踏んでくる。これはさ、今の踏み方には遠慮が感じられました。クレア様ともあろうお方が何を遠慮するのですクレア様、お任せください。これからは私たちが代わりにあの平民を、まあ、ピピと生まれた、なりません。なんで、私が手ずから必ずあの平民を屈服させてみせますわ。悪役令状役ですからね。いいですよ、屈服、それが使命ですから。あ、ちょっとエスカレートしてきた。大丈夫かな、レイちゃん。そこに大丈夫。地味に吹いてるカットでね、めげません、レイはめげません。クレア様の仕業ですか。初めてのプレゼントですね。お芝居にして持ち歩きます。なんでそうなりますか。発想の転換ってやつ。そうだね、頭柔らかいよね。これ大事だよ。打たれ強すぎじゃありませんこと。負けません、レイは。何のことですか。もう本当だよ、もうブラック企業でひたすら仕事してたから、もう伸び伸びしてますよ。どうして平然としていられますか。目の前にクレア様がいて、うん、よっぽど大変だったんだね。よっぽど仕事が大変だったんだよ。夜にさ、乙女ゲームしてさ、クマに。そう、いえ、奉仕です。かわいい。もうやだこの子。かわいい、ここ。もうやだ。継続は力なりですよ。いいの、あまりしつこいとさすがにクレア様も構ってくれなくなると思うけど。それは困る。それは困るね。クレア様がいじめてくれなくなったらどうしよう、ミシャー。かわいい。そうね、クレア様が無視できないような存在になるとか。それって何。ほら、クレア様って何でも自分が一番じゃないと気が済まない方でしょ。素敵、ナンバーワンですね。よかった、笑顔になってくれて。あ、かわいい。あ、キャッチ、かわいい。気安く話しかけないでくれる。クレア様とあなたじゃ住む世界が違うんだから。あ、ごめん、取り巻きさんたちに用はないんだ。ひどい人。おろろろろ。いい加減にしなさい。先日から好きなのなんだのとからかうのも大概になさい。今すぐこの学院から消えなさい。あ、結構ガチで送る。おお、お前ら朝から元気だな。ロット、興味がなさすぎて忘れていたけど、ここは男の世界。興味第一王子ロットバウアー、第二王子、はいはいはい、セインバウアー、はい、うん、第三王子ユー・バウアー、うん、彼らはゲームの舞台であるバウアー王国の王子、すなわち本来の攻略対象である。キラキラしてるね。ではいないタイプだな。親父の能力主義政策ってやつもなかなか笑える結果。こうやって喋るやつ。やめなさい、こうやって喋るやつ。お前も来いよ。いいよな、俺は大好き。あ、セイン様。あ、そう、クレアはね、クレア様、セインが好きだから。かけに行ったらどうですか。アシストをするっていう、なんかね、応援するんだよね、レイは。そう、そこがちょっと複雑だよね。実はクレア様の思い人はこのセイン様なのだ。そう、うん、違いますわ。セイン様のことだって何とも思っていませんわ。大きい声で好きって言ってるようなもんだよね。私そんなつもりじゃ。これはまた派手に振られちまったな。これはまた怒らせちゃったんじゃないですか、レイちゃん。レイちゃんはやってるし。これまずい。まずいんですよ、こう。セイン様って小さい頃から優秀な兄弟。こうなったらあなたが何を屈するその日までいじめて、いじめて、いじめぶってみせますわ。覚悟なさい、レイ・テイラー。やった、私絶対諦めませんわよ。ときめくのさ、困っちゃうよね。水じゃしてぬるいですわ。お茶をかけたらどうかしら。でも熱湯はさすがに優しい。
優しい。ね、優しい。この辺にもしらさったらどうですか。いじめればいじめるほど喜んで、なんだか悪いですし。いや、ダメですわ。もうこの時点でクレアも結構レイで頭いっぱいになって、確かに、ある意味作戦、確かに確かに。いやだからこういうのにまんまとハマってくれるタコが可愛いんだよね。私が勝ったらあなたにはこの学院を去ってもらいますわ。え、嫌ですけど。こいつ少しも考えたらどうなんですの。いやだって私に何も旨味がないですし。すごい、それに学院を辞めたらクレア様で遊べないじゃないですか。とでじゃなくてと。これオーディションにあったよね。あった、ここのシーンあった。ここの角女子みたいなで乗ってくれるクレア様、ね、内部生のトップともあろうお方が、あら、また吹っかけてます。脅迫してるつもりですの。いいでしょう、乗ってあげますわ。乗ってくれるんですよ。何でも乗るね。確かにこの勝負で承認になってちょうだい。テーブルマナーって実際にやるとしんどいな。ゲームでは選択式だったから。あ、白身魚待ってる。お魚大好き。お魚だったっけ。お魚じゃない。自然と身につけてる。白身魚だっけ。貴族の白身魚の時何切ってたんだろう、ね、白身魚。白身魚じゃないのかな。あら、美しすぎる。赤いドレスね。おー、クレア様。あ、かわいい。好きです。レイちゃんも可愛いの着てるね。可愛いの着て、うん、この顔である。楽しそうだね、ロケミさん。このドヤ顔である。ユウカ、最高。試験は終わったのか。好きなんだよな。バッチリ、うん、あ、すごい。魔法綺麗だよね。わかる。水とか風とか綺麗。見事見事。少し外したけど、なかなかいいセンスしてるね、彼女。いや、今のは気になっちゃったかな、ロッカーで。おーおーおー、外した。面白いな。面白い女。面白い女発言出ました。面白い女発言出ました。1話でいただきました。でもそういう仕様だからね。何か楽しみなことでもあるんですか。この間の試験、結果が今日発表になるんですね。屈服させられるわってね。あ、すごい。みんな顔がすごい。実は昨日一睡もできなくて。あ、なんか。お気の毒様。嬉しそう。眠れなかったというわけですわね。クレア様に何をしてもらうか考えていたら、予想してしまいました。そっちですの。同じこと言ってた。まず、教養科目から。あ、あれ。ほう、俺というか、これは、あら、自由式自体。やるじゃねえか、レイ。あれ、やばい、やばいって、ロックオンされてる。あ、ほら。平民相手に、私が負けるだなんて。すみません、クレア様。私、やり込みガチ勢ってだけじゃなく同人誌出してる。あ、すごい、見慣れた景色。見慣れた場所で同人誌出してる人。クレア様が成り上がる悪役令状もの。世界観の把握や時代考察が必須で、ね、設定資料を隅から隅まで読み込んだ。正直、開発スタッフより詳しい自信がある。いやー、ガチで。すごいな。続いて、礼法の結果を発表する。礼法ね、さすがに。さっきのはただの偶然。化けの皮が剥がれましたわね、ヘイミン。はしゃぐクレア様。かわいい。かわいいな。最後に、魔法力試験結果を発表する。うん。さあ、刮目しなさい。決着つきますよ。あの瞬間ですわ。ドヤ顔。1位。測定不能。いい反応するな。測定不能。あら、あー、最高最高。エンディング来た。踊ってる。え、めっちゃ可愛い。可愛い。あー、可愛い。ねえ、歌詞出るのやば。やば。しかもあれだ、これ天才ギミックだよ。もうこっからの話数。あれだ、なんていうの、あのちょっと待って、これ本当皆さん
毎話毎話の配信勢の方もエンディング最後まで聞いてほしい。聞いてほしい。聞いてほしい。つらつら。あーなんで。かわいい。あいろんな。なんだろう。クレア。最高。かわいい。愛すべきクレア。かわいい。かわいいね。レイちゃんもかわいい。なんかエモいんだけど、すごいね、感動しちゃう。こういう風になる時が来るのでしょうか。2人にはどうなんでしょうか。穏やかな顔しているけれども、うわー、え、終わり、早い、すごい、やだ、終わらないで、終わらないで、2話見たい、2話ないですか。ということで第1話ご覧いただきました。ね、超いろんなこと思い出した。こんなに何にも考えず2人が向き合ってるだけで、うん、ちょっと泣けてくる泣けてくるよね。なんか感無量になっちゃう。ほんと全て知ってるというかね、本当に最後まで一旦私たちはね収録してるから、うん、改めての1話なんか泣けちゃう。本当になんかねすごいいろいろ感動するよね。ぜひぜひ皆さん最後まで、うん、見逃さないでください。そうですね、オープニングとエンディングよ。そう、ママすごいね。すごかった。エンディングもね、オープニングもですけど、エンディングは本当前は前は絶対見てほしいね。絶対見てほしい、本当に最初から最後まで。スタッフさんの本気を感じた。本当に大変だったんだろう、ね、本当に楽しみ。改めまして皆さんいかがだったでしょうか、テレビアニメ私の推しは悪役令嬢は、10月2日他より、毎週月曜日24時30分、東京 MX 他にて放送中です、詳しくはアニメ公式サイトや SNS をチェックしてください、今後の展開もぜひぜひお楽しみに。